今回はねむにゃむにゃ、おいねるな。ザーゲートを作っていきたいと思います。何言ってんだお前。前回、金不足で線路が敷けなくなってしまったので、ゾンビピックマントラップを作ります。ゾンビピックマントラップを作るにあたって、マグマキューブトラップも作らないといけないので、まずはそれから作ります。そしてそれを作るために、ネザーゲートを作るのですが、この動画は建築動画なのでちゃんと凝って作ります。ちゃんと頑張ってて偉いじゃないか。すべてはスポンサーのため、おう。まずはネザーゲート建築予定の山を削ります。なんだかんだ言って、景色もいいな。アンプリファイドにした甲斐がありますよ。あらかた削ったら、塔を建てる土台を作ります。イメージは、塔の中でネザーゲートを管理している感じ。今回屋根はアカシアで統一しようかなと思います。ちょっと西洋な感じがして、個人的には好きです。しれっともう屋根作ってるじゃん。実は2回くらい取り壊してるんですよ。今も形にしっくりきてるわけではないのでまた変わるかも。屋根を作っていたら、上にあった空島にくっついてしまったので、何か椅子でも作っておきます。椅子？椅子です。こんな塔の屋根登るのなんて、リンクくらいしかいないだろ。一旦ネザーゲートも配置して、作ってみたので遠くから見てみましょう。こういう時にエリトラあると便利だよな。なかなか天空トラップタワーの、デザインが思いつかずに放置しています。景観に溶け込める感じのデザイン募集中。外装はこんな感じ。下の土台に対して、塔が細すぎたので何か手を加えると思います。塔の管理は誰がやるんだ？お城の人がやります。塔に住み込みです。とてもかわいそう。キッチンくらいつけてあげろよ。検討します。ネザーゲート置き場カッコ仮ができたので、続いてマグマキューブトラップを作ろうと思います。ネザーの天井の座標を見つけたので、エンダーパールを投げるところからです。ネザーの天井に出た後、岩盤に穴を開けて出入りできるようにします。最初はネザーの天井へ、移動するときはネザーゲートを使おうと思ったのですが、地上にポンポンネザーゲートを作ると、住み込みのお城の人が増えてしまうので、やむを得ずネザー内で出入りします。ここからは古参アピなのですが、昔はダークオークで岩盤天井を貫通できたので、今よりとても簡単でしたが、今は TNT を使ってピストンバグを引き起こす必要があるので、少々面倒くさいです。カッコ12杯。古参アピきっしょ。こんな感じの配置でピストンを設置して、ピストンを下向きになるようにフォーカスを合わせて連打します。あ、チェスト壊れてる。チェストが爆発して消えた時って、中身って一部なくなったりするんだっけ？うすん。失って困るものはピッケルくらいで無事だったので、切り替えてトラップタワーを作りましょう。今回も他の方の動画を、見て参考にトラップタワーを作ります。トラップタワー、そろそろ考えないとプロゲーマーは厳しいぞ。トラップタワー、そろそろ先行したいなー。多少離れたので、よくある仕分け機を作ります。一旦こんな感じ。次に、仕分け機にトロッコの荷下ろし機構を、追加。そしてトロッコの回収部分は、ループするようにしています。次は、マグマキューブを倒す方法ですが、スイートベリーのスリップダメージを使います。昔はサボテンだったけど、サボテンだとアイテム消えちゃうからな。そして床を拡張して壁を、作って、真ん中にアイアンゴーレムを、設置して完成です。あ、やべまだ汚い。マグマキューブはアイアンゴーレムのことを追っかける習性があるから、アイアンゴーレムで中心に、誘導して、スリップダメージで倒す感じだな。デザイナーズコンボって感じだね。うんうん動いてそう。一旦上に登ってみますか。待機場は上にあります。いい感じなので少し放置して貯めます。続
続いて、ゾンビピックマントラップを作るのですが、さっきのマグマキューブ同様デザイナーズコンボを使います。マインクラフトバージョン 1.13 で追加された亀ですが、亀本体ではなく亀の卵にデザイナーズコンボがあります。ゾンビ系統のモブとドラウンドは、亀の卵を検知すると、そこに向かっていくので、こいつで穴に落とし込んだんです。亀二人組を見つけるのに、リアル3時間くらいかかりました。コンボをあげると片方がスーッと砂浜の方に移動したので、観察中。そしたら砂を掘り始めてびっくりしました。今のマインクラフト、なかなか凝っててすげえ。実際の亀も、砂掘るのかな。なんかほっこりするぜ。お、卵ができました。亀さん、申し訳ないけど使わせてもらいます。ありがとう。さて早速建築します。材料は大量のマグマブロックと、亀の卵がメインです。まずは回収機構を作ります。気をつけないといけないのが、ゾンビピックマンの枠バイオームは決まっているので、バイオームを間違えないようにしましょう。かっこいっぱい。そしたら回収機構に、ゾンビピックマンが落下してくる足場をホッパーで作ってつなげます。ちゃんと解説してて偉いじゃねえか。そしたら完成です。ふざけんな、落ちるのはゾンビピックマンだけじゃなく、お前の信用もだな。たくさん建築して疲れたから寝るおやすみー。おい、エンディングも私に投げるのかよ。まあ私もやってみたかったからいいか。今回は、トラップタワーを2つと、ネザーゲートの建築をしたぜ。次回は金を使って建築したり、線路を引いたりすると思うぜ。最後まで見てくれてありがとう。次回もよろしく。では、じゃねばーい、むにゃむにゃ。最後言えなかった、ブスン。